今度は顔をより整えることで呼吸を良くしたりするヨガを行っていきます。今もマスク生活が続いてますので、顔の表情が動かなくなることで、実はね、呼吸が浅くなったり姿勢が悪くなることで自分の顔が老化の方向に進んでます。その顔を改善することで実は姿勢が良くなって頭の回転が良くなったりしますので、またこれも隙間に顔をつけてやっていきましょう。ではまずは楽に座ってもらって結構です。皆さんのこの顎の下のところにこのポコッとした骨があると思います。ここのところとちょっと下ぐらいを両手で押さえていただいて、皆さんの筋肉シワをちょっと下に引っ張るようにしてあげてください。その下に引っ張ったままの状態で顎を上に持ち上げましょう。喉の前のあたりが心地よく伸びると思います。はい、でこのままね、数拍繰り返して、はい、またもうちょっと挑戦できるよっていう方、そのまま顎をしゃくるように、もう一回顎を上にふーっと上に持っていく。はい、別に声出さなくて大丈夫です。はい、この顎をしゃくった状態で大きく数拍繰り返してあげてください。鼻からでもね、口からでもいいです。ではゆっくりと今ある息を吐き切ったら、顎を引いてその手を外しましょう。はい、じゃあ今度は皆さんのこのね、右の鎖骨、皆さん鎖骨わかりますかね。このね、顎の下のそこのボコッとした骨から肩のところについてる骨になります。この鎖骨のちょっと下ぐらい、先ほどと同じように両手で押さえて下に引っ張りましょう。そのまま顎を上に持ち上げたら、今右の鎖骨を押さえているので、対角線上に顎を左斜め上へと運びましょう。でそこでまた数拍繰り返しながら、徐々に伸びてきたよと思ったところから、もう一個先ほど出した顎をしゃくります。そのままで数拍、大体ね、3呼吸ほど繰り返しましょう。首のこのね、伸ばす位置を少しこれで変えてあげてます。 OK、 ゆっくりと元の位置に戻って、反対も同様に、この今度は左の鎖骨の下のあたりちょっと押さえて下に引っ張りましょう。引っ張ったまま顎を上に、そこから顎を斜め、今度は右上に、対角線上に引っ張る、そこから顎をしゃくるように、もう一個深く3呼吸ほど繰り返し、吐き終えてからゆっくりと真ん中元に戻して、はい、ちょっと余分な緊張を取りましょう。はい、今度は皆さんのこの口角からこのね、こめかみのところにかけてのこの頬の下ぐらい、はい、ここにリフトアップさせる筋肉がついてます。そこを少し刺激していきますので、このようにね、ちょっとこう猫の手だったり指の腹でも大丈夫ですので、口角からこめかみのこの頬の下のこの斜めのライン、ここに押さえていただいて、ほっぺたの筋肉分厚いのでちょっと痛いかなってぐらいギュッと押してあげてください。この押した状態で斜めにその筋肉を動かしてあげます。はい、ちょっとね、マッサージするような感覚ですね。なのでちょっとね、痛み持ちいいと思いますので、上下斜めに動かしてあげて、頬の横上斜めの筋肉を刺激していきます。はい、皆さんやり続けてもらって、でここがね、皆さん今マスク生活でずっとこういうふうにマスクをかけてますので、ここの筋肉って重力に逆らって本当は働きたい筋肉なんですが、マスクをすることでそこの筋肉が今働かなくなって、顔がたるんだりむくみにつながってますので、これね、どこでもどの時間でもいいのでやってあげてください。はい、でその手を止めたらちょっと楽に、はい、じゃあ今度は目頭、ここの皆さんのほっぺたの頬骨の一番上の高いところがあると思います。その目尻とここの頬骨のところの間ぐらいをこの3本の指で押さえます。はい、両手でやってもらって大丈夫です。はい、で3本の指を押さえて円を描くような感覚で押さえながら回してみてください。これね、眼輪筋って言われてる、もう画面見たりパソコンを携帯見てる方も圧倒的に多いと思いますので、ここが疲れてくるので、これでね、少しほぐしてあげましょう。はい、でその手を止めたら、今度
はこの眉毛のところ上と下でこういうふうに上下にギュッと挟んであげてください。はい、こういうふうにつまんだまま上下に動かしてください。はい、これもね、眉毛のちょっと自分の場所を少し変えてもらっていいので、はい、両手だともしかしたら動きづらいので片手でねやってもらっても大丈夫です。はい、これもね、さっきの目の周りの筋肉からつながるのと、あとね、おでこの上から頭の後ろまでつながってる筋肉があるので、そこをこれでねほぐします。 OK です。どれかな。はい、じゃあ最後ですね、ここの頬の顎を動かす筋肉があります。そこを少し最後ほぐしていきます。場所としては耳の穴のちょっと前ぐらい、だいたいね指2本3本ぐらい前に移動したところのちょっと下、はい、顎のところポコッとちょっとこうね、こうへこんだところがあると思うので、そのあたりをちょっと指を押さえたら、口をね開けたり閉じたりしてたらちょっと動く場所があると思うので、その場所を探して押さえてください。はい、ちょっとここも痛いと思いますので、ここもギュッと押さえた状態のままで口を開けます。あ、閉じましょう。あ、閉じる。はい、あ、閉じる。あ、閉じる。これをちょっとね何度か繰り返して、押さえることで筋肉をねずっと刺激しながら動かすことで、これでストレッチしてあげてます。じゃあ最後は半分開けたところでずっと押さえたまま5呼吸繰り返します。できたら鼻から吸ってゆっくりと吐きましょう。鼻からでも口から止めて吸いますね。吐く。皆さんはね半分口開け続けたまま吸う。吐く。痛くない大丈夫ですか。ちょっと痛く口ぐらいでいきましょう。じゃあ最後一呼吸吐きます。手を外して、はい、ちょっと余分な緊張を取ったら、はい、ちょっと手をね一番楽な位置に置いていただいて、もう一度頭、顎を持ち上げて元の位置に戻す。顎を上に持ち上げて元に戻す。じゃ最後上に持ち上げて元に戻したら、はい、お疲れ様でした。はい、こうやってね顔をいじっていくだけでも皆さんの姿勢が良くなったり、脳に酸素を運んだり血液を運ぶ場所がこの首の前になります。姿勢が悪くなることでそこがぎゅっと縮こまってしまって、自分の頭に血液がいかなかったり酸素がいかなくなることで仕事効率や勉強の効率が今落ちていると言われています。なので顔のヨガをやることでより脳にもちゃんと酸素血液を送っていただいて、スッキリした状態で過ごすようにしてみてください。はい、でまた頑張って続けてみてください。ありがとうございます。